本日10月10日月曜日、出雲駅伝が行われまして、見事駒澤大学が大会新記録で9年ぶり4回目の優勝を果たしましたけれども、総合順位トップ5まで入られた大学を振り返っていきたいなと思います。まずは優勝しましたのは駒澤大学、2時間08分32秒の大会新記録で見事9年ぶりの優勝ということで、意外とね9年間勝てなかったということで、驚きですよね。もっと勝ってるのかなと思ったんですけれども、4回目の優勝を見事果たしました。終わってみれば大会新記録の圧勝ということで、全員が区間2位以上ということで、区間賞が3名、うち佐藤圭太選手は区間新記録、残りの3名も区間2位ということで、圧倒的な強さを見せつけて駒澤大学が優勝を果たしました。まあ追い風の影響も非常に大きかったんですけれども、2区を走りましたルーキーの佐藤圭太選手は見事区間新記録ということで、怪物ぶりを発揮されまして、アンカーの鈴木芽吹選手も涙をね流しながら走りながらゴールテープを切ったということで、もう芽吹選手のゴールシーン何回でもね見れちゃいますよね。まあそれだけ素敵なゴールシーンも見せてくれました。そしてエースの田澤廉選手は、まあ、後続との差をねあまり広げられなかったと反省の言葉をしてるんですけれども、東洋大学、現在旭化成で活躍しております相澤明選手の区間記録を4秒差まで、というところまで来まして、まあ、他の選手も早かったということで、田澤選手は間違いなく役割を果たしました。そして1区を任せられた花尾恭介選手、大学で初めて1区を走ったんですけれども、相変わらずの安定感を見せてくれました。そして安原太陽選手、昨年好走したんですけれども、今シーズントラックレースはあまり振るわないレースが多かった、そんな中で見事区間賞。あとはですね、今回走らなかったメンバー、他のメンバーがどれだけ全日本に向けて積み上げてくれるか、上積みできるかどうかなんですけれども、まあ、今回の優勝でねかなり士気は上がってきたと思いますから、他のメンバーの刺激にもなったと思いますので、全日本に向けてね、特に今年の4年生は3冠を狙うとずっと口にしてきたと皆さん話しておりました。ということでね、3冠を狙う権利を駒澤大学が手にしましたので、ぜひともね3冠に向かって次の全日本期待したいなと思います。見事な優勝おめでとうございました。準優勝を果たしましたのは國學院大学、2時間09分24秒で準優勝を果たしました。3位以内が目標ということで、メダル獲得目標を上回りまして、見事準優勝を果たしました。まあ駒澤大学がね強すぎただけで、例年なら優勝してるタイムなんですよね。間違いなく優勝してるタイムだけれども、駒澤大学が強すぎたということで、まあ、1区にね1年生を起用してしっかり粘ってくれました。3区のエース区間はエースに成長した平林京都選手がね踏ん張った、非常にいい表情でね強気な攻める姿勢、素晴らしかったなというふうに思います。果敢に攻めてくれました。4区の中西大賀選手、さすがの走りで区間賞ということで、まあ、4区の、ね、メンバーの中で中西選手ちょっと抜けてたのでね、私も含めて多くの方が区間賞候補に挙げてた、区間賞予想をしてたと思うんですけれども、さすがだったなと思います。この4区からね3区までは他校も強かったこともあって、まあ、粘る位置だったんですよね。まあ、上位が見据える位置でレースを推移してた。そして4区の中西選手から追撃態勢、反撃態勢が始まるということで、非常にポジションも良かったですね。5区は藤本選手が4年生走りましたけれども、中央大学と同じ、ほぼ同時にタスキリレーを受けまして、走りやすいというか、一緒に走ることができたということで、見事区間4位でまとめました。しっかりね、走ることができて、アンカー、一時選手に、3位でタスキを渡したんですけれども、一時選手は歴代日本人ランナーでもトップ10に入るようなね、個人賞の走りをしてくれまして、区間賞こそ鈴木芽吹選手に及ばなかったんですが、区間2位の走りを見せてくれました。ということでね、ゴールテープ、準優勝のゴールテープを切ったわけですけれども、まあ、非常に安定感ありましたよね。スピードのある下級生を前半区間使った、そしてエースの平林選手がしっかり走った、つなぎ区間に回ったエース級の中西選手が見事区間賞、追撃体制を整えた、そしてアンカー安定感抜群の一時選手が、昨年全日本ねアンカー最長区間でも区間賞を取りましたけれども、一時選手がしっかり走り切っての、準優勝ということで、まあ欲を言えばもうちょっと前半攻めれたらよかったかもしれないんですけれども、まあ、ほぼね100点満点の走りで準優勝したということで、まあ、全日本箱根もね優勝候補に名前が上がってくるんじゃないかなと思います。非常に、最近ね國學院大学力も上がってきて、選手層も増えてきて安定感増してきました。まあ、非常にね
強くなってきている国学院大学の全日本も注目です。見事な準優勝おめでとうございました。3位入賞、銅メダルを獲得しましたのは中央大学です。2時間9分48秒ということで非常にいい走りをしてくれました。初優勝をかけて中央大学が臨んだ中で、まあ、優勝候補にも名前が上がっておりましたが見事ね、メダルを獲得ということで、金メダルではありませんでしたがしっかり銅メダルを獲得されました。1区は吉居大和選手が見事区間賞、箱根駅伝を彷彿させるようなね、前半からハイペースで展開しまして、区間新記録には1秒届かなかったものの見事区間賞を獲得されました。いい流れを作りまして、2区の千森選手もね、波がある選手ですけれどもしっかり走り切りまして、区間賞、区間トップではなかったんですけれども区間新記録をマーク、従来の記録よりも早く走りました。2区以降も安定した走りを見せてくれまして、アンカー対決はね、吉居俊介選手がね敗れてしまったんですけれども3位入賞ということで、終始先頭が見える位置で走りまして、メダルをね、獲得することができました。よくね言われるのが、優勝争いをしながらメダルを獲得するというのが一つね、アスリート駅伝とかね、まあ個人賞でもそうなんですけれども大切な中で、まあ、1区からねそれを体現できたのが中央大学なのかなと思います。非常にいいレースを見せてくれました。まあ、これからまだね選手層は厚い大学なので、全日本箱根とねこれからさらに区間が増えても上位で戦えるメンバーが揃ってるなという印象を見受けられました。全日本箱根もね、ぜひ中央大学、注目したいなと思います。3位入賞、銅メダルおめでとうございました。4位入賞を果たしましたのは青山学院大学で、2時間10分18秒という結果でした。残念ながら青山学院大学メダルを逃したということで、まあ、非常に悔しかったんじゃないかなというふうに思います。エースの近藤幸太郎選手含めて前半区間はね非常に良かったですよね。目方選手もラストスパート、いい走りをしてくれましたし、先頭が見える位置でタスキリレー、そして2区の横田選手も強豪が揃う中でしっかりタスキをつなぎました。残念ながら区間賞は逃したものの、従来の記録を上回る、田村和樹選手の記録を上回る青山学院大学新記録で、エースの近藤幸太郎選手にタスキリレーということ で近藤幸太郎選手は日本人エースの田澤廉選手に1秒差ということで区間3位でしっかりエース区間をまとめ切りました。横田選手もね、非常に良かったわけですけれども、絆挑戦記録会でねややピークアウトした感じはあったのかななんて思いますけども、学内選考会が熾烈すぎて学内選考会にピークを合わせてきた選手がいる、そんな感じがしましたよね。ただ、まあ、やっぱり選手層というのはダントツですので、今回走れなかった選手、まだまだいい選手たくさんいますから、全日本はね、まだまだあと2区間増えますけれども、かなり熾烈な争いがね、チーム内であって、全日本に向けて立て直してくることは間違いないのかなと思います。まあ、全日本、箱根、注目したいなと思います。アンカーの中村選手もね、最初で最後の出雲駅伝でしたけれども、まあ、しっかり走り切った、そんな印象ですよね。残念ながら優勝のゴールテープ切れませんでしたけれども、やっぱり横田選手、中村選手、近藤選手、まあ、近藤選手はね、エースですけれども、横田選手や中村選手もね、4年生の安定感、安心感というのはある走りを見せてくれたんじゃないかなと思います。全日本大学駅伝注目です。5位入賞を果たしましたのは、順天堂大学で2時間10分50秒という記録でした。1区の野村選手がしっかり粘ることができまして、2区当日変更でエースの三浦龍司選手が投入ということで、区間新記録マークしましたけれども区間2位ということだったんですけれども、やっぱりね三浦選手のスピードが光りましたよね。ただなかなかねポジションもそんなにものすごい良かったわけじゃなかったんですけれども、前の方を走ってた大学の選手もみんな良かったので三浦選手で大きなアドバンテージを手にすることはできなかった。まあそんな中で3区の伊予田選手、関東インカレの 1万メートル チャンピオン、エース区間ながらよくやりました。ただね、まあ、上位4校が三浦選手の時もそうだったんですけれども強すぎた、そんな印象です。田澤廉選手、近藤幸太郎選手、中野翔太選手あたりも非常に強くて、なかなかね伊予田選手の良さが光らなかったのかななんて思いますけれども、まあそれでもねしっかり3区で遅れることなく走り切った印象です。アンカー対決でラストね、創価大学の島津選手と順天堂大学の鹿間選手がね争ってまして、鹿間選手がねちゃんとラストの直線で差しまして見事ラスト対決制して5位入賞を果たしたということで、まだね石井選手、石井和樹選手とか駅伝でね実績のある選手がたくさんいるんですよね。なのでまあ選手層もね順天堂大学熱くなってきましたから、全日本大学駅伝ね期待したいなと思います。
ということで今回の動画は本日10月10日月曜日、出雲駅伝が行われましたが、駒澤大学が見事大会新記録で9年ぶり4回目の優勝を果たしました。総合順位のトップ5、トップ5に入られた学校の振り返りをさせていただきました。全日本大学駅伝も目が離せません。以上。